んだよ。ルクス。ルクスさん、なんだか久しぶりな感じですね。本当ですよ。私がログアウトしてる時に何か大変なことが ALO で起きたって聞いて、しかもリズたちみんなはまだダイブしたままだったって、もう気が気じゃなくて本当に心配したんですよ。はい、落ち着いてルクス。え？あなた現実と仮想で口を変えるの忘れてるでしょ。それくらい動揺してたんですね。でもみんなもう大丈夫なんだよね。事件はバッチリ解決したからね。心配することはもうないよ。そうなんだね。それにしてもスバルトエリアもだいぶ見た目が変わったね。同じフィールドとはとても思えないくらいだ。でもその代わり新しい遊びも増えて盛りだくさんになってますよ。私たちは一通り攻略しちゃったけどね。そんなのずるいです。私だけがのけものにされたみたいで。だからルクス、戻ってる戻ってる。安心してよルクスさん、ちゃんと私たちが案内してあげるから。また一緒にパーティー組んで遊びましょう。うん、3人ともよろしくね。キリトくん、プリピーツ、こんにちは。おお、セブン。いろいろとお疲れ様。ちなみにお疲れ様って言葉はなかなか海外での翻訳が難しくて、ロシア語も該当する一言ってないんだよ。そうなんだな。セブンこそ最初の外部通信の時はナイスアシストだったぜ。うん、ホジャール人、どういたしまして。うん、いや、なんだか久しぶりだな。どうやらこの一件でますます腕を上げたようだな。の、わかるか。熟練度を見るまでもなくわかる。お前から感じる感覚が以前とは異なっているからな。そういうのは情報圧って言うらしいぜ。情報圧面白い言い回しだ。私もそうだけど、スメラギ君も今回の事件の間は ALO にダイブできなかったでしょ。その間スメラギ君は別の VR ゲームをプレイしてたんだよ。このままじゃキリトに置いていかれるってなんか必死にやってたみたい。そうなのか。セブン、余計なことを言うんじゃない。いいじゃない。でも別にコンバートしてるわけじゃないから経験値引き継げないのにね。まあそうだが、プレイの勘どころは別ゲームでも研ぎ澄ませるって俺は思ってるぜ。現にスメラギの情報圧も前とはだいぶ違う気がする。なんだか二人とも時代劇で決闘する前のお侍さんみたいだね。決闘か。いいな、久しぶりにデュエルするか。面白い、その自信にあふれたセリフ、いつまで言えるか見ものだな。よし、じゃあ場所を決めようぜ。結局この二人っていつもこうなるのね。よし、ここでいいか。ああ、しっかり。
キリト君も頑張れ。セブンはどっちを応援してるんだ。俺に決まっているだろう。お前への声援は形式上のものだ。負けて応援もされないとさすがに不憫だと思った。スメラギ、お前セブンへの偏愛っぷりが前よりも加速してないか。バカを言うな。そんなことはない。貴様、戦いを前に卑怯な俺を動揺させる気か。いや、そういうつもりはなかったんですけど。もういい。さっさと始めるぞ。ああ、ここからが本番だ。ああ、今の実力を見せてみろ、キルト。これで決めてやる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 。これで決めて。さすがだな、スメラギ。俺の想像以上だ。お前こそまさかここまで実力をつけていたとは。限界が近そうだ。それはお前だけだ。終わらせてやる。これで決めてやる。これで決めてやる。よし、俺の勝ちだ。お前がデュエル開始時に余計なことを言うからだ。いや、今のは奇弁だな。お前の実力だ。素直に負けを認めよう。いや、いいデュエルだったね。ああ、そうだな。俺も久々にいい汗を流したって感じだ。お前とのデュエルは不思議なほどに満ち足りた心地よさがある。キリト、またやるぞ。ああ、一戦でも二戦でも相手になるぜ。それはまたおいおいやるとして、私たちダイブしてきたの久々なんだから、もっと先にやることあるでしょ。侵食されたスバルトエリアを私たちも堪能したいんだから。そうだったな。いろいろと面白いフィールドが多いんだぜ。期待してくれ。ってことは案内してくれるんだよね。ああ、もちろんだ。機械型アバター。あんた、もしかしてロータスの世界のやつか。よっと、お前さん、キリトか。え、そうだけど、なんで俺の名前を。いや、会えてよかったよかった。こっちへ来たのはいいんだが、さてどう合流したもんかと。待ってくれ。まずあんたは誰なんだよ。あれ、ロッタから聞いてない。
改めて自己紹介するってなるとちょっと気恥ずかしいんだが、俺の名はグラファイトエッジ、ロータスの師匠だって言った方が分かりやすいかもな。あんたがロータスに技を教えたっていう？まあまあそうなんだが、まあそれ以上は勘弁してくれや。そうじゃ。あ、待ってくれ、まだ聞きたいことが。あ、言っちまった。